はい、えっとね、全然今日もね、動画ネタないんですが、ローソンストア行ったらね、えー、こんなん売ってたんで買ってしまいました。プリンケーキってやつですね。プリンケーキ。これ、いくら300円ぐらいしたかなただ、100円引きやったんですよ。<laughs> ただね、めちゃくちゃボリュームあるんですよ。すごい、大きめのね、容器に入ってて、揚げ底でもないんでね、結構、ごっつい。 量入ってますよねちょっと食べてみましょうああ中はやっぱり結局こうカステラ生地やなただ上のこのプリンのこのムースっぽいところが結構ガッツリ入ってる感じああプリンっていうかそうやなこのカラメルの味がしてるからプリンっぽいけどうんプリンうんちょっと薄味プリンって感じ けど、結構その薄味さがすごく美味しい。うん、こんなんたくさん食えんやろうと思ったけど、こんだけ、あの、言うほどこってりしてない。主張はあんまりないっていうかね。うん。なんで、結構、そろそろ食べれちゃう感じ。うん。コーヒーのお供にいいね。でさ、えー、っとね、YouTube のね、ええー、まあチャンネルですけども、だいたい今、えー、Vlog と、 旅動画のね、まあ日本柱で今やってるんですけれども、一応自分の中ではその日本柱でやってるつもりなんですけれども、あのね、ちょっとね、一本、もう一柱を設けようかなと思ってまして、あのね、二次元談話っていうね、のをや,やってみようかなと思ってます。あの、前回の動画で、開活クラブでね、 約束のネバーランドを、まあ、20巻までね、読み切りましたよと、という中で、まあ、約束のネバーランドの話を、まあ、テレビアニメとの違い、まあ、今ね、えー、現段階で、あのー、アニメ化されてる部分までの、とのまあ違いみたいなのをね、話してたり、まあ、個人的な希望とかね、予想みたいな感じで語りましたけれども、あ、まあいう感じの話をですね、二、まあ、次元分野に限ってね、 コミックとかアニメとかにね絞ってお話しするような、まあ、そういったあーコーナーというか、まあ、動画をね作っていこうかなと思ってます。やっぱりねなかなか Vlog 撮ったかってあのー、なんか仕事して帰ってきて飯食って寝てっていう中でなかなか寝たがないですし旅動画なんか全然ね旅なんかできてませんから。 アニメとかね、えー、コミックだったら、まあ、引きこもって、えー、消化できますし、まあ、何よりね「快活クラブ」行き出すとねコミック読みたいコミックどんどん出てくるんで、まあ、せっかくだったらねちょっとそういう話をしていこうかなと。「快活クラブ」もねそんなにネタ「快活クラブ」自体はそんなネタないんで。 もう朝食の食べ放題と、まあ、あと、あれかな、新メニューが出たらそれ食べるぐらいで終わっちゃうでしょう。まあ、そんなんね、あんまり面白くはないと思うんで、今度はね、コンテンツに、えー、こう、的を絞ってですね、作っていこうかなと、動画をね、もう考えております。アニメレビューみたいなね、そんな大層なことはできないかもしれませんけれども、まあ、すごくね、個人的な意見というかね、あんまりね、あの深く語っても、 ネタバレも嫌でしょう多分ねなかなかね難しいところなんですよね二次元の話をすると内容はある程度語りたいけれどもねあんまり語っちゃうとネタバレすると良くないだろうしまあもうねえー、もう内容熟知してる人に限ってあの見てくださいっていうのもまだそれはそれでねあの、まあ、見てしまったみたいなね <laughs> あったりするのがネットの世界なので。 まあ、なかなかね、難しいかなと。まあ知ってる人は知ってるんで、詳細はぼかしながらあー、レビューできたら一番いいんですけどもね、なかなか難しいかな。まあ、とりあえず、うん、やってみようかなと思います。で、まあ、あの、差し当たり、えー、約束のネバーランドは、まあ Vlog っていう範囲でやってましたけども、まあ、あれが実質的第一弾ですね。で、まあ、第2弾は撮ってるんですけれども、 またね、えー、あれも結局アフレコで音声入れていかないといけないんで、それがね、またできてないので、まあそれができ次第ね、えー、アップしていこうかなと思います。えー、またね、次何のコミック読もうかなとかあ、どんなアニメの話しようかなとか、いろいろ考えてるんですけれども、うーん、まあ難しいですね。でね、こういう話すると、どうしてもね、 そのすごい熱狂的なファンの人たちとかは、ねね、反論こう来たりとかね、えー、する可能性もあるんですけどもね、まあ、その必ずしもねプラスのレビューばっかりするわけじゃないというか、まあ、レ,ビューレビューってほどのものをするつもりはないんですけれどもこき下ろすことはしないつもりですもうこき下ろさないといけないものは基本的にもうそもそも扱わないようにしようと思ってるんですけども、まあ、例えば全体通したら面白いけれども。 まあここめっちゃ残念みたいなね。ただそのポイントって人それぞれだと思いますし、残念って言ったポイントも、他の人からしたら全然残念ポイントじゃなかったりもすると思うんで、そういうところはね、批判あったりすると思うんですけれども,も、こういうのってさ、好みの問題なんで、まあ、例えば意見が合うという人はまあ見てくれたらいいし、まあ、全く逆に全く真逆。 っていう人は、それはそれで真逆に解釈したらいいと思いますし、まあね、難しいところですけれども、まあちょっとね、あえて、そういう感じのやつをね、取り上げていこうかなと思うんですよね。まあ結局さ、1週間40本ぐらいアニメ見てると、ね、もう、わけわからんなってくるんでね、まとめるのも大変なんですけどね。まあ一番いいのは、そのアニメの話に絡めて、旅動画で整地巡礼するみたいなね、 もうこれ最高にいいんですけども。なかなかね。あとね、まあ YouTube のチャンネルで思い出したけど、チャンネルのロゴマークとかアイコンね、なんか作りたいなと思ってるんですけどもね。結構こういうのって見た目から入った方がいい部分かなとちょっと思ってるんですよ。今作った感があるような感じやと、なんか本気でやってる感じがしないでしょ。初めて見ようとする人が、なんかこうちゃんと知ってそうなチャンネルだったら、 ちょっと見てみようみたいなねそういうとこあるんちゃうかなと思っておっさんがね一人でスマホの取っ手出しをポンポン無編集で上げてる動画よりもちょっとねあの作り込んでる感じの動画の方が多分食いつきいいんかなっていう感じもねしてるんでちょっとねロゴをね作りたいんですけどね誰か考えてくれへんかなロゴロゴとアイコンさすがにデザインとかイラストは難しいもんねうわ食った これめっちゃお腹いっぱいになるわ。もう、だんだん嫌になってきたもん。<laughs> はい。まあそんな感じで、えー、もうちょっとね、動画をね、多彩にしていこうかなと思っております。まあ、そんな動画でした。それでは。